霊勢為助は、鎌倉時代中期から後期にかけての苦行、歌人。県大納言民部教、藤原ため家の晩年の子。母は、伊座酔い日記作者として知られる、阿仏に。神は、聖二位、県中納言。霊勢家の祖。文永二年三歳で、十五位下に女赦。文永五年十五以上、文永八年時十二人知。文永十二年未まさかごん盛りを兼ねた。 公安二年生五位下、昭和元年十二月十四位下に進む。左この絵少将、右この絵中将、左平忠だを経て、徳次三年十三位、三義に助任される。遠京二年生三位、阿波ゴン森に進む。王朝二年には、十二位に少女。文法元年生二位、県中名言に至るが同年出家。火略三年皇居、去年六十六。父、 タメ家エが、ケ治元年に死去した後、所領であった、ハリマ国細川昭夜文書の相続の問題で、イボ兄のタメ氏と争い、タメスケの母、阿ブ津ニが鎌倉へ下って幕府に訴えている。また、タメスケもたびたび鎌倉へ下って幕府に、訴え勝訴するが、その際に、鎌倉における花壇を指導し、藤ヶ谷式目を作るとして、鎌倉レンガの発展に貢献している。 その一方、京都の京国派の歌合わせや文法百首等にも参加している。また娘の一人は八大将軍、久明親王に嫁ぎ、久吉親王を設けている。こうした関係から晩年は、鎌倉に移住して、将軍を補佐し、同地で皇居している。新五線は下州以下の直線は下州に日衆している。下州には二種類の、試助すけ百首や、藤谷和歌州がある。なお、 冷泉家の分家に藤谷家があるが、藤谷家の仮名はためす家が、鎌倉の藤ヶ谷に関東における別宅を構えたことに由来する。山城国の公家からは、藤谷公門と呼ばれ、公家でありながら、幕府と非常に親しい関係にあった。神奈川県鎌倉市の上皇明寺に葬られた。ありがとうございます。